こうなったら面白いのにどういう表現になるんだ。スーパーサイエ人にもならない。そういうもとでね。んで条件は同じだって言ってますから。で、まあでもね、ドラゴンボール好きなね、僕の友達が一人いるんですけど、うん。ね、その方ともうちょっと喋ってみてね、やっぱりこう、スーパーサイエ人になっちゃうんじゃねえかみたいな意見もあって、どう表現しようかなっていうところでね、悩んでいるわけなんですよね。で、僕はね、一個このカットをね、ここで止まってるのは、 操られたときに戦ってるじゃないですか。展開一武道館じゃないけどね。あの、悟空とベジータが戦っているわけですね。これだから、操られてる時のカットなんですよ。うん。あの、魔人、魔人ベジータって言っていいのかなビビディに操られた私。え,えビビディバビディ出てこん。ごめん。わあ、年寄り。ごめん。これ、これごめん。ほんまにこれはもうほんまに歳。 大丈夫。もうこれも等身大 <laughs>。ね。操られたじゃないですか。で、その時に、あのー、やっぱり、このバトルに持っていかれたらいかんと思ったんですね、ダンディは。やっぱり、この動画でやってくれた方と、あなたとのオリジナルでなければならんかなと思うし、 だ、原作につなげようって考えてるんで、今んとこ。はい。とんでもないことを言ってるんですけど、やっぱ、ある程度原作に忠実にやった方が思い出のシェアにもなるしね。ってことを考えたときに、やっぱりこの試合が、魔人ブーと戦ってる時のオマージュになってはいかない。いかんなと思ったんですよ。魔人ブー編で操られたベジータとスーパーサイエージン2同士でぶつかり合ってるあのバトルをそのままここでやってはいけない。会場吹っ飛んでしまうからね、と思うから、 ここはここでの見せ方はやっぱりしたいなと思う。んで、で、僕は原作につなげようって思った時に、これね、ちょっとね、ここだけは聞いてほしいんですけど、スーパーサイエジにならない世界線。で、終わらすことによって、原作の会場を吹き飛ばしたベジータと、つながった時にこのイフが、ものすごいエモいものを今僕は思いついてるから、それはもうちょ、ほんまにこれはね、絵ができたら必ず、 あの、もうほんまに、あの、そこで絶対にシェアしたいなって僕は思ってる。うん。選んでくれたらまた覗いてほしいなって僕は思ってます。はい。だから、スーパーサイエージンにならんのかいって、確かにね、コメントとかでもね、思うってしまって誤解を与えるかもしれないけど、絵っていうのはこれで完成じゃないからね。うん。これはあくまでも世界戦の一個やからね。スーパーサイエージンになるまた、世界戦は世界戦で全然、海底想像していけるからね。 そそれはそれはね。で一旦はね、うん、そっち望んで鬱陶しいなと思ってほしくないからねせっかくこうやって出会ってるからね別にこれで書いたからもう終わりってことはないだから僕はあのコメントいただいたものでもねやっぱりこうやって動画に分けんってことに決めた。 うん。やっぱこうやって、こう、出会っていってほしいなって思う。やっぱり、動画分けてたのはなんでかっていうと、やっぱり、ドラゴンボール見よう。ドラゴンボール思い出シェアしよう。ドラゴンボール Z 楽しもうって言って、ドラゴンボールでタイトル検索して、ドラゴンボールスーパーとかね。うん。まあ、いろんな見方があるじゃないですか。ドラゴンボールって。広いからね。その時に、やっぱり、いやいや、なんでこんな展開にしたんみたいな。な,な,な,なんか、そういう、なんかこう、攻撃的な。 うん。いやいや、これはコメントで書いてっていただ、書いてってもらったもんやから、っていうこといちいち言いたくないじゃないですか。それはだって僕らで楽しんでるものやし、それ知らんかったのは全然僕の発信力が弱いからやけど、タイトル検索でたまたまフィット見つけて、コメントしてくれた方のテーマに対して、いやいや、なんでそんな感じのテーマを出したんとか、変なコメントでやり合ってほしくない。喧嘩になってほしくないから、 僕とコメント主様だけが伝わるような見せ方はないかと思ってたんやけど、やめた。なんでかって言ったら、やっぱりドラゴンボールを愛した、その作品を好きになった人の良識を信じるって決めた。うん。で、ドラゴンボールを否定する、このアイディアを、ドラゴンボールのアイディアを否定するってことは、ドラゴンボール自体を、そらほんまに好きじゃないと思う。 やっぱど、同じものが好きなんやもんね。同じものが好きなもん同士出会えるっていうのはいいと思うからね。うん。これはこの世界線なんです、だから。この動画にコメントいただけて、ヤムチャがとどめを刺す世界線も見てみたいです、みたいな。僕はもうここで原作と繋がったからやめちゃってたし、やっぱり、 ねヤムチャに一回戦突破させたがいいからタオパイパイと当てた。でも胸の傷は必要で、必要でしょで、胸の傷はついた。じゃあスーパードドンパであとはね、倒すだけっていうことで、もう原作ニュースなかったからいいかなと思ったんけど、コメントいただいて気づいたけど、やっぱりヤムチャがタオパイパイにとどめを刺す世界戦っていうので、コメントいただけたから、こういう絵が生まれたっていうことに対して、 コメント主様のコメントに答えてやるっていう僕のちょっと自意識過剰な部分が動画を分けさせてたんじゃないかなとも思った。チャレンジさせていただいてるんだ僕はっていう。あくまでも僕がチャレンジさせていただいてて書いてみようと思ってチャレンジしてみようって思ったもんなんやからそれは動画分けんでもいいと。で、やっぱりタイトル検索でもヒットせんかったらコメントとかで伺ってて 動画にたどり着かんって思ったんですね。うん、やっぱそれは、いちいちチャンネルに来てね、探さんなんからね、スクロールっていうのせんなんからね、再生リストまでいかんなんからね、やっぱじゃあ。 こうやってね、ドラゴンボールの絵を描けたらね、こういうコメントいただいたテーマもね、どんどん見せていこうかな。で、タオパイパイの気合書き消して、このき気合だけでっていうところで、ヤムチャがドーンと。うん。まあ、戦闘力差もあるからね、天津飯とヤムチャとね。ヤムチャやったらまあ、タオパイパイとどめを刺すんやったら、ある程度全力のキック。うん、ね。 やっぱスーパードドンパの接近をやっぱちょっとヤムゃんが気遣ってもう力んでしまったっていうところもあると思うし、一回戦からむちゃくちゃだってすまん天津やってなって、ここで、この表情ですよね。やっぱりね、コメントいただいて、回転位やなと思ったね。うん、やっぱそれは。ヤムチャに、ヤムチャがとどめを刺した、天津飯がとどめを刺すべきやから、やめてたけど、 コメントいただいてやっぱり新たな世界が僕も見えた。うん、新たなドアを用意してくれてコメントでありがたいなと思ってね。こういう表情が生まれたんですよね。やっぱこれは舞踏家の表情ですよね。もっとね、えー、師匠、まあ、力は超えても、まともな人やったら、ね、亀仙人家って全然弟子よりも弱いけど、やっぱりね、こうやって育んでいけるじゃないですか。 経験を超えれてるわけじゃないからね。うん。実力は上になった。力は上になったけど、亀仙人の経験とかを超えれてるわけじゃないからね。クリーも悟空も。まあ、ごくここではちょっと書けなかったやけど。うん。やっぱこういうふうに、残念やなって思う気持ちもあったんやと思うからね。うん。天使派にとってはね。もっとやっぱり、経験とか知識を教えて高めやっていきたかったのにっていうのは、フリーザーを倒し切った時の悟空の表情ですよね。 これやっぱ天使藩に描けるんじゃないかなって思わせてくれたコメントだったんでね。やっぱそれはやっぱ動画分けずにね、せっかくコメント主様も出会いやすくなった方がいいし、やっぱせっかくコメントしてくれたんやから、やっぱりドラゴンボール新たな可能性発信するんやったらダンディがね、いろんなやっぱりね、うん、コメントいただいたテーマとかチャレンジさせていただいて、どん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 こうやってね、タイトル検索でも見つけてくれたらいいし、出会いやすくなってくれたらいいからね。強くなった、でかくなった二人とももう完全に出る幕なしじゃって言ってるけど、やっぱりまだまだね、 とととかかののその経験リスペクトすることも多いと思うから、ね、で、ヤムチャもやっぱりね、結局かっこいいとか持ってかれちまったなっていう、ちょっとこの余裕があるところのヤムチャも描けたしね、そういう意味でもね、やっぱ良かったかなって思う。